トバイ沼とは、埼玉県筆記郡川島町大和トバイ神殿にある、安永年間に、市の川の洪水でできた、川跡湖である。川島町トバイの荒川の右岸堤防のすぐ西側に、あり、トバイ沼自然公園として整備されている。沼は、南北二つの沼が連なり氷炭の形をしており、その中ほどの沼のほとりには、水をつかさどるという旧洞。 雄大根源と一目連大名人が祀られている。北側の沼は中沼と呼ばれていてで南北120メートル、東西100メートル、南側の沼は前、沼と呼ばれていて南北100メートル、東西70メートルの広さである。ヘラブナや鯉が連れ、特に毎年12月初めに行われる川島町網打ち連合会主催の投げ網打ち大会には鯉が放流され、 大勢の釣り人で賑わう。管理釣り場のため、有国になると、沼の外に出ないとならない。また、灌漑用のためいとしても利用されている。灌漑面積は15ヘクタールである。小公園の施設も設けられている。川島民具展示館沼の西側には、川島民具展示館があり、古の生活民具、農具などが展示されていて、無料であるが、休日のみの開館。また、 沼に隣接して、川島義康ルピナス園、川島義康一軸園がある。土手の上を通る埼玉武蔵川丘陵、森林公園自転車道の中間地点に位置し、サイクリングの休憩スポットとして人気がある売店があったが、現在は店を閉めている。ありがとうございます。